ロシア軍は22日、ウクライナ各地のエネルギー関連施設など十数箇所のインフラをミサイル攻撃し、広範な地域で電力供給が停止した。ロイター通信などが報じた。ロシア軍による攻撃は22日早朝から始まり、首都キーウ、キエフでも一部地域で同日夕まで停電が続いた。南部ミコライウでも数時間にわたり停電し、携帯電話がつながらなくなった。ウクライナのティモシェンコ大統領府副長官は22日午後、西部フメリニツキーの67万2千人など、全国で100万人以上が電力供給を受けられない状態になったと明かした。ウクライナ空軍によると、22日に撃ち込まれたミサイルは33発で、うち18発を撃破したという。ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、ビデオ演説で今回の大規模攻撃は広範な地域にわたったと述べた上で、ロシアのミサイルやドローンを 100% 撃墜する技術的な能力はないが、パートナーの国々の支援で次第に改善しており、ミサイルやドローンの大多数を撃ち落としていると語った。一方、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は22日、ツイッターに、ロシアは重要インフラへの攻撃によって、欧州への移民を生み出そうとしているとの見立てを投稿、プーチン大統領がこれを実行できるかどうかは、欧州の首脳にかかっている。人道的被害を止める唯一の方法は、防空システムと追加の迎撃・ミサイルの早急な供与だとさらなる支援を訴えた、ブリュッセル宮川博明。